この1年間に沖縄で大事な選挙がいくつかあったんです。宜野湾市の伊波さんが立って市長選やりました。これ負けました。この直近では沖縄市でその前市長やってたのが東門光子さんといって革新だったんです。それの副知事じゃなくて副市長が立候補したのにこれも負けました。それからちょっと前になりますけれども、誰どこですか、石垣の方も負けましたですね。それから浦添の方も負けたんです。で名護市だけ勝ってる。でこれの答えをどう見るのかということなんです。で結論から言えばいろんな政党の組み合わせでどちらが支持票が多くてどういう組み合わせやったら勝つか負けるか、また通常の選挙そういうふうに考えられるか。だけど名護市民が勝ったのは確かに公明党やとか民主党が何ていうんですか自主投票というふうになりました。だけど大きいポイントは名護市の戦いは市長を勝たせるために名護市の市民が燃えた。これが答えです。宜野湾市でも浦添でも石垣でもそれはもう市長さんを再選してもらおうって一生懸命頑張りました。だけど負けた。伊波さんでも負けた。そこは理由として例えば宜野湾市民が燃えたか燃えなかったか、自分たちの主権を行使するために住民自治を鍛え上げなあかんいうことでやったかやれ。名護は1998年の選挙で負けて以降、その前に住民投票がありました。ずーっとこの辺野古を巡って親子兄弟親族一族友人知人と真っ二つに割れて口喧嘩しながら大手も話もしない、そういうプロセスをずーっとやって2010年やっと勝った。普天間から CH46 やったら DH56 を持って飛び出していくときに普天間からキューッとアフガンに行くんじゃなくて佐世保の揚力艦に乗って出かけていく、あるいは平空母出雲みたいなもの大隅みたいなものに乗って出かけていくんです。今までは普天間の基地があった時の時はアフガンのイラクの時先ほど言いましたように佐世保まで行ってた。でそのくせ一体運用せなあかんからということで辺野古のことを言ってた、普天間のことを言ってたんですけれども、もう佐世保にあるやつをここに作るんです。そうするとキャンプハンセンがあって、これ中心になります。首相があります。キャンプハンセンというのは海兵隊が特殊訓練をする場所です。ここで日本の自衛隊は2000年から今から14年前からアメリカ軍と一緒に訓練をして、カリフォルニアがガム、去年はアイマルまで来ました。日米でオーストラリアに乗ってきたんです。一点だけさっき言えば東アジアの軍事的緊張を一生懸命高めているのは日本とアメリカなんです。日本とアメリカなんです。特に軍事的なことだけではなくてですね、靖国の問題、慰安婦の問題、教科書の問題、朝鮮国とはトップといわゆる竹島をめぐる問題、もういっぱいを出してですね、もう挑発に挑発、挑発しまくってるんです。おまけに先ほど言いましたようにここにこれを持ってくる。で向こうも軍事評論家、軍事専門家がいますから、こういう格好が私みたいな素人が分かるんですから、ね、えらいもんがこっち向いとるというふうになるわけです。こんだけ軍事的緊張させて向こうがそれに対応すればするほど中国は怖い、
朝鮮が怖い。で、日本の国内の中には今まで中国というのはもう未開の国やというふうに日本はこう見下げ取ったわけですね。それが経済大国第2位の日本が中国にとって変わられる、これは悔しいというか、そういう国民感情をね、ぐらっと安倍内閣が作ってる。一人の労働者を振り切ったら3000人の労働者が暴動を起こして工場燃やしてしまった。パナソニックでも起こってる。先だってインドネシアで去年です、300もの労働者がストライキで立ち上がってデモした、プラカードとか日本の奴隷にはなりたくない。これは一時が万事、皆さんも知っての通り日本の企業というのはもうえげつないんですよ。特にアジアに出た時の日本というのはえげつないんです。